野球やってない人でも多分知ってると思うんですけど、村上、ヤクルトの村上選手っているんですけど、まあ、その方と一緒にプレーさせていただいて、まあ、その本当にプロの選手っていうのはプレーだけじゃなくて、まあ、そういう食事面だったり、まあ、そのベンチの中での声かけだったりっていうのが本当にアマチュア選手と全然違ってて、まあ、そこ本当に一流になるためにはそういった野球以外の部分も本当に大事なんだなっていうのは本当にその代表に入ってないと感じれなかったことだと思うので、その経験っていうのは本当に大きかったかなと思います。うん、やっぱり今でも苦しさを思い出すというか、まあ、あの準決勝で2対0リードして、まあ、挽回されて、まあ、本当にあれだけの苦しみは今までにないっていうぐらいの苦しみを感じたので、まあ、オリンピックが卓球は、まあ、一番最後の場所っていうかそういった場所なので、まあ、この試合を反省して次に生かそうってするのも結構難しいところなんですけど、まあ、まだまだ自分の卓球人生は終わりじゃないので、まあ、またあの舞台に立ってリベンジできるように今後頑張っていきたいなっていうふうに思いました。大学3年生の秋リーグ終わって、その日本代表の候補合宿みたいなあるんですけど、その全国にも出たことなくて、そういう合宿にも行ったことなくて、まあ、自分自身能力はあると自分で思ってたんですけど、まあ、それをそのアピールする場っていうのがなくて、初めてその秋のリーグ戦の終わって日本代表候補合宿行って、まあ、その候補合宿も選ばれないといけないんですけど、それに初めて選ばれていって、でそこで結構そのトップチームの監督の井端監督とかも見に来てて、そこで自分の人生が結構変わったっていうか、秋のリーグ戦終わっての その候補合宿までは本当に何も想像できてなくて、もうそこで一気に変わったっていう感じなんで、全くつい最近までは想像できてなかったですね。その合宿に井端監督が見に来てなかったら自分に目をつけてくれてなかったと思うんで、まあ、その見に来てくれた時にその自分の能力を発揮できたっていうのが、まあ、大きかったかなと思いますね。まあ、自分の中では持ってたんですけど、まあ、それをアピールする機会がなかったので、まあ、嬉しかったですね。評価してもらえて、まあ、自分も、まあ、最近までまずオリンピックに出れるとは思ってなかったというか、まあ、今でも結構、まあ、ここまで来たのもうまくいきすぎてるって思うぐらいなので、でもまあそのオリンピックが見えたのは、まあ、オリンピックが開幕する2年前ぐらいから卓球はオリンピック選考レースっていうのが始まって、まあ、たまたまいろんなことが重なって国内の選考会で決まるっていうことになったので、まあ、世界ランクとかだと本当にチャンスがないんですけど、まあ、その国内選考会が始まったことによって、まあ、自分にもちょっとチャンスがあるんじゃないかっていうのが思い始めました。やばいってなった時にゾーンに入ったりしますね。そうっすね、去年のリーグ戦で本当にその試合負けたらちょっと最下位も見えてくるみたいな試合があって、その時肘とかちょっと痛かったんですけど、全く投げてる時痛み感じなくて、しかもいつもより調子とか球の速さとかが結構良くて、まあ、その時は本当にゾーンっていうか、試合終わった後に本当に疲労もめちゃくちゃ来たんですけど、そうですね、絶対絶命の時こそ多分来るんじゃないかなっていうのを思いますね。自分はあまり感じたことないですなんかあまり、まあ自分のいいとこでもあって悪いとこでもあると思うんですけど、いつもあまり変わらないっていうところが自分の良さでもあると思います。まあ、なんかオリンピックでもそうだったんですけど、自分の中でもっと緊張すると思ってたんですけど、なんか表冷静というか、コートに入った時には結構緊張感もなくできてました。
3月 の, そのトップチームでやった時、初めてその自分自身大観衆の前で投げたんですけど、なんか緊張すると思ってたんですけど、逆にめちゃくちゃ楽しかったっていうか、聞こえなくはないんですけど、逆にその力になるっていうか、そうですね、気持ちよかったですね。いや、でもそうやって言われてみればオリンピックはそうだったかなっていうふうにも思います。あんまりすごい大歓声だったんですけど、試合やってる時はあんまり聞こえなかったというか、そんな感じがします。まあ、その3月初めて大観衆の前で投げて三振取ったんですけど、その時に初めてその勝手になんか声が出てたっていうか、多分動画とか見てもらえば分かると思うんですけど、結構吠えてたんで、そこは後から自分でも見てびっくりしました。自分も高校2年生ぐらいまで全く声出してなかったんですけど、もともと結構声出したかったんですよ。やっぱ絶対出した方が卓球はやっぱ、はい、相手にも圧を与えられるというか、絶対大事なことなので、でもまあ高校3年生ぐらいになってからやっと少しずつ出せるようになってきて、でもやっぱ出してる時の方が調子がいいかなというふうに思います。全くその重みとか感じなかったですね。はい、まあ、でもそうですね、そういう大会とかじゃなかったんで、自分はそうですね、強化試合だったので、そこは感じなかったんですけど、トップチームに選ばれるっていうのは本当に想像できないっていうか、プロ野球にもまだ入ってないのでびっくりしたというか、そうですね、もうびっくり してて、まあ、ユニフォーム着てる時も周りにもうテレビで見るような超一流のプロ野球選手たちばかりだったんで、そのプレー中とかもう信じられないような、ずっと、まあ、これ本当なんかなみたいな感じでやってました。はい、自分はなんか気にしないようにしてるかなって思います。あんまりなんか自分は気にするとプレッシャーになっちゃうタイプなので、あんまり気にしないようにしてますし、まあ、自分のやることだけを考えて毎日やってます。恩返しっていう言葉はやっぱ大事にしてて、まあ、小さい頃から何不自由なく野球をやらせてもらったその両親だったり、まあ、この愛工大に誘ってくれた監督だったり、まあ、いろんな人に支えられて、まあ、今の自分があると思ってるので、まあ、そういった人たちに結果で恩返しっていうのが本当に最高の形だと思うので、まあ、その言葉を大事にしながらいつも練習とか試合とか頑張るようにはしてますね。まあ、コーチに言われた言葉でなんか一つずっとここに残っている言葉があって、まあ、結構こうやってスポーツやってると苦しいことも多いと思うんですけど、まあ、選手のうちは、まあ、いっぱい苦しめと言われたのも結構ここに残ってて、まあ、一回こうやめて楽になってしまうと、もうこの、まあ、悔しさだったり嬉しさというのは感じれなくなるから、まあ、選手が終わるまで、思う存分苦しめと言われたのをめちゃくとても覚えてます。まあ、オリンピックの前なんですけど、オリンピックが決まったってなってから、なんかやっぱプレッシャーだったりだとか、そういったことで結構苦しかった時期があって、まあ、その時に、まあ、選手やってるなら絶対苦しいのはみんなだよみたいなこと言われて、なんかその言葉を聞いて逆にちょっと楽になったというか、苦しくない人はいないなっていうふうに思えたのが、まあ、言葉としては苦しめなんですけど、まあ、自分の心としてはちょっと、まあ、支えられたというか、そういった言葉でした。ああいうオリンピックの舞台で、まあ、活躍されてる中で、まあ、どういそのプレッシャーってやっぱ、まあ、自分もそうなんですけど、プレッシャーがめちゃくちゃ、まあ、かかると思うんですけど、まあ、そういった時に、まあ、やってることとか少しでも和らげる方法っていうか、落ち着かせるみたいなやってることあったら教えてほしいですね。そうですね、まあ、やっぱり試合になったら緊張することは絶対
対なので、もうとにかく後悔しないように、まあオリンピックまでの期間を結構自分は大事にしてました。まあ一日一日後悔ないようにやれることをやりきって、もう試合は本当にまたいつも通りやれば、もう結果はもう結果論になってしまうので、まあとにかくその試合までの期間を大事にしようとしてました。試合の前の日にどういう練習をするかっていうか、まあ、どういう気持ちで練習しているかっていうのを聞きたいです。自分はまあ何ですか、練習の前の日だったらもう本当にいつもよりその疲れをためないっていうか、逆にまあその練習量を自分で減らしたりとか、まあ、うまくサボるっていう、まあ、言い方じゃないですけど、本当になるべく疲れをためないっていうイメージで、で本番に試合の日にそのベストパフォーマンスを持ってこれるようにっていう意味で、1日前に特別何かやっても変わることだとことじゃないと思うんで、まあ、試合前はなるべく、まあ、コンディションだったりもう全力で休むっていうことを意識してますね。あ、試合の前ですか。いや、自分は結構同じタイプです卓球のウェイトってどんなことなんですか。まあ、結構普通にスクワットだったりだとか、卓球はもう結構全身使うのでベンチプレスだったりもしますし、まあ、懸垂とかもしたりだとか、本当に全身結構やりますね。野球は結構用具とかをなんか、まあ、卓球だったらラケットがあるんですけど、木なんで結構何本かもらってその中のいい1本を選ぶんですけど、野球はグローブ。野球はそうですね、やっぱこのグローブもそうなんですけど、まあ、そのやっぱグローブとかオーダーできるんで、その普通5本こうはめるんですけど、この小指に2本こう入れる方がいいっていう人もいますし、でバットだったら、まあ、長さとかバットの長さとか、まあ、重さとかも変えれるんで、そこは、まあ、卓球と一緒で自分のその自分に合ったやつを練習で見つけながら、まあ、用具決めていくって感じですね。個人としては、まあ、その今年ドラフトの年で、まあ、ドラフト1位で行きたいっていう気持ちがあって、まあ、残り約ドラフトまであと1ヶ月半ぐらいで、ちょうどそのリーグ戦っていうの、秋のリーグ戦っていうのが、まあ、あと3日後、ね、ぐらいに始まるんですけど、もうそこのリーグ戦でまた評価がガラッと変わってくるので、まずはその秋のリーグ戦に向けて、まあ、そのドラフトだったりそのチームだったりっていうのが本当に大きく関わってくるので、秋のリーグ戦に向けて今個人としては頑張ってる中で、チームとしては本当に自分が入学して1回もまだ優勝っていうのが、まあ、リーグでできてないんで、まあ、そこは本当に最後のリーグ戦で絶対優勝して、まあ、その神宮大会という全国大会に出るっていう目標で今頑張ってます、まあ、今年中に世界ランク20位以内、今は38位ぐらいなんですけど、まあ、20代に乗ることが目標で、まあ、やっぱ世界で勝っていかないと、まあ、意味がないと思っているので、まあ、自分から積極的に海外の試合に出て世界ランクを上げることを目標に頑張っていきたいと思ってて、まあ、チームとしては、まあ、やっぱり、まあ、仲間が大好きなので、まあ、来年もインカレで、まあ、男子女子ともに優勝してアベック優勝を果たしたいなって思ってます。勉強、まあ、1回でその、まあ、話聞いて理解するっていうのがちょっと苦手で、まあ、そういった時にその授業終わって先生とかに聞きに行ったら、まあ、結構分かりやすく教えてくれるので、そこは本当に、まあ、愛工大の先生本当に親切だなっていうのは思いますし、自分結構卓球の話になってしまうんですけど、まあ、中学校からこの名古屋電機学園に入ってきて、まあ、中学の頃から、まあ、いろんなサポートを受けてきているので、まあ、中高大とそういう、まあ、先生の理解もあるので、なんかそういった意味ではスポーツと
まあ、この勉強と、まあ、文武両道しやすい場所かなと思うので、まあ、そういったところが自分はおすすめだなというふうに思います。大学入学することすらその自分はもう高校の途中まで考えてなくて、で、まあ、出身長崎なんですけど、まあ、長崎で、まあ、就職しようと思ってたので、まあ、こうやって大学入って、まあ、今その侍ジャパンとか選ばれて、自分自身力がなかったので、まあ、大学入って、まあ、努力を本当に自分なりに頑張って、まあ、ここまでやることができたので、まあ、その能力ない人でも努力すれば本当に成長できるっていうのは思いますね。友達と、まあ、雑談したりだとか、まあ、みんなとちょっと付き合いたいだとか、そういった時間はやっぱ好きなので、まあ、なんかそういった時間もあるのが、まあ、愛工大に来てよかったなって思う部分であります。